せーの、スリートワンヨシクゾーケルです。はい、ということでですね、今日はオタくんに YouTube 撮影中に彼女が食べ物を食べてたらいつ気づくのかだっけり。はい、ということでですね、今日はオタくんとこれからいつもオタヒカがやってる恋愛相談の企画を撮るっていう風に言ってるんですけど、その撮影は偽企画ということで、その撮影中に私がこれを食べます。じゃん、メンタチーズもんじゃっていう、でも今日たまたまコンビニで買ったやつなんですけど、じゃん、スナック菓子ですね。これをこう2人でね、こうオタくんと YouTube 撮ってるじゃないですか。で、普通にわーって撮影中にこうやってで白濃く食べていくんですけど、これを何個食べれるかっていう競技をね、一人でやっていこうと思ってて、撮影中にオタくんが異変にうんって気づいたら、その時点でバレたということになるんですけど、ということで早速ですね、これから恋愛相談イエーイみたいな感じで YouTube の撮影が始まるので、よっしゃ行くぞのタイミングで競技がスタートということで、どれだけ食べれるのか頑張っていきたいと思います。ということで、せーの、行ってみよう。せーの、スリートワンヨシクゾーとヒカルです。はい、はい、ということで今日はですね、はい、恒例の恋愛企画をやっていきたいと思います。イエーイ。ヒカルが恋愛相談のお悩みを読んでいこうと思います。せーの、やってみよう。はい、ということでですね、最初のお悩みは、停電。8年間片思いしている女の子がいます。はい、これ男の子からの相談ですね。8年間片思いしている女の子がいますが、はい、卒業してしまう前にどうしても気持ちを伝えたいですが、その気持ちを伝えるかどうか悩んでいます。どうしたらいいですか、です。なるほど、はい、それはもう絶対伝えた方がいいですよね。はい、俺はまず8年間もう無理ないよ。うんうんうん、いやそれは絶対伝えた方がいいと思います。うん、なぜかというとやっぱり後悔しちゃうから。うんうん、めっちゃ後悔するそうなんで。いや8年でしょって、うん、俺は多分3ヶ月経ったら絶対、俺はもうね、もう絶対3ヶ月、うん、早っ。でも8年は無理や、1年も無理やもん、片思いですよね。だから実際に俺が8年間あのって考えた方がいいよね。うん、そうやな。それはですね、うん、そうだな、まあでも伝えた方がいいっすね。うん、やっぱ後悔はすると思うんで、後悔はないように。うん、なるほどね。そうです、多分なんで、うん、思いを伝えた方がいいんじゃないかなと思います。はい、じゃあ次。はい、次はですね、彼氏と最近別れてしまいましたが、うん、次付き合う人が彼氏と比べてしまってなかなか付き合うまでに至りません、どうしたらいいですかっていうことですね。踏ん切りがつきませんみたいな感じ。ああ、うん、どうなんだろうな。俺はもう好きになった人がもうそういうことやから、うん、好きになったら別にいいと思いますね、そんなに気にしなくて。うん、うん、まあ、でも普通に相性が合えばいいんじゃないですか。うん、シンプルに。以上です。はい、次。はい、割と多かった質問があって、はいはい、学校の先生とか塾の先生に恋をしてしまいましたっていう。うわーうわー、俺ないんすよね、一回も。うん、一回もない。うん、ないな。うんうんうん、そういう場合ね、もう想像するしかないよね。うんうん、めっちゃ可愛い人が先生、めっちゃ可愛い人が先生だった。うん、そういう場合は、うん、でもやっぱどうしても年は離れてるじゃないですか。うん、やっぱりだから光が先生って考えて。まあ、とりあえず連絡先は聞きますね。連絡先聞いて。でもなかなか教えてくんないんじゃない、先生。そうかな。うん、でもさ、俺交換した。俺交換したで、女の先生。何食ってんの。びっくりした。え、びっくりしたよ、なんか。あ、ここでも見られた。どういうこと、お腹空いたの。マジでびっくりしたけど、今なんか消しゴム持ってんのかなと思って、なんか最初なんかメモってて、なんかほっぺためっちゃ痛いんや。何してんの、どういうこと。なんか入ってんの、怖いんやけど。何この子。はい、怖っ。いや、いらないって。怖いって。何これ、なんで食ってんの。割と量入れてるから。はい、偽企画です。これが恋愛相談を今回
撮ってません。はい、いやちょっとそう考えたら怪しいなと思ったんですよ。光いつもめっちゃ喋るのになんかあれ俺だけ俺めっちゃ話してんなって思ってまあでも質問がでも男目線やったからまあそれはちょっと考えたね。そう、あ俺話さないとなって思って、光なんか全然喋んねえやんと思ったけど全く気づかなかった。マジでマジで、え何個食べた、え何個だろう、でも6個7個ぐらい。ガチで、うん、マジで気づかなかった。パンパンだったよ口、うん、で溶かしたんよ口の中で。やばで口の中で、ね、溶かして飲み込んで、うん、こう止めてる時にこう普通にこうやって見られた、うん、いやマジで俺本当にお菓子とか全く思わなくて。うそ、いやでもなんか今思ったら声がこもってたなそうなんかラジオから出てるんかなこの声みたいな。はい、ということで、はい、結果こちらドン。まあ5、6個ですね。いや割と食べたんだよ。でもでも結構危険だった、うん、ね、危なかった。マジでこれやってたら、うん、全然撮影に集中できない。マジで聞いてなかった。オタクの話一切聞いてない。俺結構語ってたよマジで。こうやって画面見ながらこうやってもんじゅくこうやってもんじゅく。俺今までで一番結構まともに語ってたけどかりマジで。はい、ということで今回はですね、はい、気づかれたけどこれはヒカルの失態やな。オタクが気づいたとかじゃなくて。いや俺も多分あのもっとなんだろう、ヒカルがちっちゃいもんとかグミとかだったら多分一生気づいてない。確かにマジで。まあでも意外と食べれたんで光は満足ですね。ということで今回見てくれた方ありがとうございました。ありがとうございました。はい、よかったらチャンネル登録と高評価お願いします。ぜひお願いします。ということで以上オタと光でした。バイバーイ。